こんにちは。今日は、こちらのステッパーゴンのスパーダ EHEV のプレミアムラインをお借りしています。今日はこの車の2列目3列目の快適性についてのインプレッションをしたいと思います。以前はノアボクシーを営業さんに運転してもらって、2列目3列目の快適性のレビューをしました。今日は、ハイブリッド鹿本さん、YouTuber に、運転をしてもらいまして、まあ、私は2列目、3列目、こちらのインプレッションを今日はしていきたいと思います。まず、一番気になるところが、このシートの足元の広さです。で、今、ハイブリッド鹿本さんのポジションに合わせて、ドライビングポジションに合わせていただいていますけれども、で、私、後ろ、今乗ってますが、これ今、380mm、まあ、普通のステッパーゴンの RP5 までの車と変わらない、この幅になっています。合わせています。まあ、そうしますと、まあ、このシート自体が少し跳ね上がってる。ここが変わってますんで、跳ね上がってるんで、かかとが当たりにくい形状になってますので、足はかなり広々としています。非常にいい印象がありますので、長距離乗っても快適に走れるかなと思います。で、これが今標準の状態で、で、このチェアテーブルが気になるところかと思うんですが、まあ、チェアテーブルもちゃんとドリンクホルダー、しっかり手が届く、大人でもちゃんと手が届くようになっていますので、快適空間というのはしっかりと得られる状態であるということになります。あそこ出てすぐ左行ってください。で、もう一つこちらにもドリンクホルダーあるんですが、やっぱこの標準の位置ですとすごくやりやすいです。こう横スライドが今これ横型のスライドなんですけど、今 外側にスライドさせて一番後ろにしている状態です。そうしますとこのカップホルダーもしっかり取れるし、この USB-C、これが新たに今回新しいステッパーゴンで導入されているわけなんですが、この辺もしっかり手が届くところにありますので、くつろげる空間があると。で、オットマンどうなのっていうところなんですが、オットマンもこのように使っていただけます。特に普通のこの今のこの超ロングスライドじゃない状態であっても、しっかりオットマンが使えますので、これオットマンあるだけでもかなり足の自重というのが伝わらないので、足も非常に、楽にくつろげる、まあ、そういった空間になってますので、やっぱりこう、ノアボクシーも乗せていただいたんですけど、まあ、ステッパーゴンもすごくくつろげる空間にね、しっかりとなっていて、まあ、これはね、長時間乗っててもね、楽だなと。で、この上に、エアコンがあります。今の時期非常に暑いので、エアコンの吸気ダクト、風もしっかりと当たりますし、で、後ろ結構エアコンが効きにくいんですけど、前に比べるとダイレクトではないので、でまあ、20度ぐらいにこう設定してあげて、で、風少しこう強めではあるんですけれど、やっぱりこのぐらい強くしてあげないとなかなかこう風がこう入ってこない、出てこないっていうのがあるんで、まあ、このぐらいで、で、まあ、風もしっかりと当たりますので、暑くないです。月面。非常にゆったりとくつろげる。で、冬場になればもちろんこのようにシートヒーター3段階で調整できるようになってますので、寒さもしのげると。で、なんといってもこのディスプレイ自体も非常に大きいですし、もう至れり尽くせりといった、ラウンジ的な感覚で乗れてしまう、なっています。はい。じゃあ今度はこの状態から、さらに、内側スライドで後ろ一番後ろまで超ロングスライドさせた時にどうかということなんですけれども、これもねすごくねいいです。で、何がいいなかなと思ったのが、ここの3列目の上に吹き出し口があって、これがしっかりと首の部分まで当たってくれるということです。こちらの2列目のこの位置が位置も悪くなかったんですけど、少し当たってほしいところにこう当たらないというのがあって、ちょっと位置悪いなっていうのが僕的にはあったんですけど、この3列目のこの吹き出し口、これはね、すごくね、いいです。
2列目を一番後ろまで下げて、この3列目の吹き出し口がちょうど私の、顔の首の付近に渡ってくれるので、非常に気持ちいい、心地がいい感じで過ごせます。ただ、難点もやっぱりあって、このチェアテーブルが、遠くなってしまうので、カップホルダーがこう取りにくかったりとか、でここにもカップホルダーが3つにこう集中してますので、物の置き場がどうしてもこう運転席寄りになってしまうということです。あ、そこ左でお願いします。そこが少し物の置き場に困ってしまうというのがちょっとあるかなという気がします。でステッパーゴンの場合ですと、このように中寄せシートになっている分、ここのシートの中央の部分です。このウォークスルーのこの中央の部分にテーブルがないので、物を置くことがちょっとできないっていうのが少しこう難点なところがあったりするかなというところが少しあるかなと思います。あとは、日差しです。日の当たりとかも少しこうやって気になると思うんですけど、そういったのもこのロールサンシェードがありますので、しっかりとこの光も遮ってくれるようになっていますので、女性の方にも非常に優しい空間になっているというのがすごい特徴的なところかなと思います。はい。で、さらにですね、これ今、左のシートはそのままにしてあるんですが、これを今度、さらに内側に乗せて、後ろに持っていくことで、このような形です。これによって、これによって、ベンチシートにするということもできるということです。物は置けないけども、ベンチシートとしてこう置くことが、ベンチシートにすることができるので、人が座ってない時でしたら、シートに物を置いたりすると、いうこともできると。いうことになります。なので、すごく過ごしやすい空間になっています。はい。で、これ、今、ノアボクシーでも紹介したんですけれども、このようにステッパーゴンでも、2列目、シートベルト外すと、この警告音が鳴ります。で、今度これ、他のシートに座ったらどうか、隣のシートに座ったら警告音が消えるのかどうかっていうのをちょっとやってみたいと思います。本来でしたら走ってる時にやっちゃいけないんですけれども、こちらの状態で、はい、ホンダの場合ですと、今まで座っていたシートにまた着座してシートベルトを締めなくても、他のシートに座ってシートベルトを締めれば音は止まるというふうになっています。私もどちらかというと、この方が慣れているので、こういった音が鳴った時でも素早く止められて、こっちの方が使い勝手としてはいいかなと。で、トヨタの場合はどちらかというと、本来走ってる時にシートから立っちゃいけないというのがあるので、ちゃんと自分の座ってたシートにまた戻りなさいっていうことも考えて、実際に座ってたところのシートにまた座らないと音が止まらないというふうになっているかと思います、はい、なのでステッパーゴンもちゃんと警告音が鳴るようになっていると、いうことになります、はい、今度注目の3列目なんですが、3列目が変わったのかどうか、 RP5 に対して変わったのかどうかというところでいくと、かなり厚みが増してシート、この座面もそうですし背もたれもかなりボリュームのあるものに仕上がっていて、長時間座ってもお尻が痛かったりとか背中が痛くなったりとか、そういったことはねなさそうですね。非常に、このシートの座り心地もかなり高くなってるかなと思います、で、これ今2列目、一番左寄せ、右寄せで一番後ろの状態がこの状態なんですけど、この状態で3列目に乗ると、175の私ですと、拳1個入るか入らないかぐらいになります。で、吹き出し口はどうか。吹き出し口はここにあるんですけれども、ちゃんと風も3列目もしっかりと当たってくれるので、3列目だからといって、非常に
暑いかというと、そんなことも全然ありませんし、ちゃんとこのように USB-C が付いていますし、まあ、ポールが2列目はね、ここのチェアテーブルにしか置けない。あとは、ここのドアの、インパネ、このトリムの部分にしか置けなかったんですけど、3列目はちゃんとここに置けるようになってますんで、手が届くところにカップホルダーを置けるということで、これは非常にいいなと思います。で、3列目もちゃんとシートベルトをしないと、音が、鳴るようになっております。はい、このような状態で、まあ、閉めれば、また音が止まるということになります。はい、よくあるのがですね、この3列目からこの2列目のシートをちゃんと動かせるんですかっていうことなんですが、あとこのように今回のステッパゴンからはここにレバーが、オデッセイと同じようにレバーがちゃんとここに備わってますんで、まあ誰でも迷うことなく、こうやってシート自体を動かす、前にこうやって動かすことができますんで、ちゃんとこの3列目の居住空間というのもしっかりと確保、3列目に座って確保するということができるようになっています。ちゃんとこう足もあと組めるようになっていますので、まあ、3列目はねすごくチープな感じっていうのはしない、でノアボクシーと比較するとやっぱり3列目も、ちゃんとしたあのパッセンジャーシートになってる。なんか補助席的なイメージがやはりノアボクシーは3列目あったんですけれども、このステッパーゴンに関しては補助席的な感じっていうのは一切ない、非常に座りやすい、長時間乗っても乗れるシートになっているというところがポイントかなと思います。ただ後ろのラゲッジがやはりかなり狭くはなっています。まあ、ここの3列目のスペースを取った分、ラゲッジに関しては少し狭めっていうのが、まあ、ステッパー号なんですけれども、まあ、このように座ってても、この形で、しっかりと畳むことができると。でフル乗車しないで、まあ、ここだけラゲッジで何か物を積みたいといった場合は、片側だけ収納して荷物を乗せると、まあ、いうこともできるし、高さのある荷物をちゃんと乗せるということもできます。ステッパーゴンなのでかなり天井高くなってますので、かなり大きなものが乗せることが可能になっていると、まあ、いうことになります。でまた戻すときも簡単に戻すことが、座っていても普通にできますし、で左側にもしっかりとカップホルダーがついているし、 C もついていて、でパワーアウトレット、こちらは 12V の 180W のものがついているものいますので、まあ、急速充電とかにも対応ができるとまあいうものになっています。でこれはしっかりと、まあ、ウォークスルーも非常に広くて、で今両方のシート 2つのシートともに、こっちは左寄せでこっちは右寄せにしてますので、まあ、こんな感じでウォークスルーも当然取られているといった状態になります。今度は前このキャプテンシートがベンチシートの場合どうかというと、まあ、ベンチシートの場合ですと、まあ、もちろんウォークスルーないんですけど、こっちもそうですね、ここからちょっと通るっていうのは大人だとちょっと厳しいんですけど、まあ、出るとき気になるんですけど、こういった場合も、まあ、ちゃんとこのレバーがあればここから出ることができる。ただ走行してるときは、まあ、もちろん立っちゃいけないんで、走行してるときはいけないんですけれど、でも子供さんだったら全然ここ立って前のシートに、行き着くことができる。ちょっと試しにやってみたいなと思うんですけど、こういう風にして、あ、で、そう、オットマンが何気にね、結構邪魔なところもあって、出しっぱなしにしていると、ちょっとこう前に映るっていうのが、ちょっとできにくいっていうのはあるかもしれないですね。まあ、そういったところはちょっとこう、電動の方がいいかなっていうのは、ちょっと正直、オットマンに関しては感じるところっていうのはあるかもしれないです。はい。で、そう、これ電動じゃないんで、こう引っ張って立ち上がるタイプなので、今度戻すっていうのが結構できない、かったりします。はい、こんな感じです。で、やっぱりちょっと大人が、行き来するのは、ちょっと結構大変な感
感じだったりはしますけれども、はい、よし、まあ、こんな感じで、まあ、いけないこともないということで、まあ、非常に 2列目3列目ともに非常にしっかりとした居住空間、パッセンジャーシートとして恥じることのない居住空間になってるなということを、このステッパーゴンは乗って改めて感じました。はい。ってことで今回はこちらの新型ステッパーゴンのスパータ EHEV のプレミアムライン2列目3列目の快適性についてのインプレッションを今回出しました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。